業界だ。やりますね。覚悟しろ。やず、頼む。どうしてなんですか。邪魔しない。
ちはうまくやってくれたようだ。あとは僕が。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、ネイル、聞こえるか。ここから出てくるんだ。お母さんの仇はどうした。それに僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって。そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。